ハローめぐっぺです。皆さんは長く続けていること何かありますか？成功している人の話の中ではよく継続することの大切さが言われていますよね。そこで今回は英語の勉強を続けることについて考えてみたいと思います。はい、今回のテーマは継続することです。なぜこれがテーマかというと、先月視聴者の方から長く英語の勉強を続けていて素晴らしいですねといったコメントをいただいたことがきっかけでした。勉強を続けることは私の中ではごく当たり前のことになっていたんですが、まあそういえばそれも私自身を語る上では大切な要素だったんだなと発見しました。私が英語の勉強を続けているのは自分の英語をより良いものにしたいという思いからです。以前は英語を話したいっていうのとか、英語を仕事で使いたいとか、英語で発信をしたいっていうのもあったんですが、まあ、それはすでにやっているので叶ったかなという感じです。で、その場しのぎではなくて、知的な話ももっとできるようになったら今も楽しいけどもっと楽しいかなと思っています。幸い自分の英語力を試せる場所があるので、自分の成長の具合を見てもらうのも自分自身で実感できるのも勉強する上での楽しみになっています。英語も日本語と同じように流行り言葉があったり、日本語がそのまま英語に取り入れられたりと常に変化していますよね。それなりには知っているつもりでも全てを把握できているわけではないというのも勉強し続けている理由かもしれません。ほら、秘密が多い男性とか女性のことは知りたくなったりするじゃないですか。あんな感じ。ここで一つ気になるのは継続する時の意識です。人間は意識したものを集める習性があります。なので、例えば中学生の英語を意識し続けていると中学生の英語を集め続けてしまうかもしれません。一言英語を意識し続けていると一言英語ばかりを集め続けてしまうかもしれません。もちろんどちらも英語を勉強したいと思った時のきっかけにはとてもいいと思いますが、長期間勉強しているのにずっと中学生の英語、ずっと一言英語だけだとつまらないですよね。そういった点を考えると、長期で継続するという時はより上のレベルを目指すのがいいのかなと思います。 TOEIC のプロの方も本の中で連続して990点を取り続けるためにはトイックのスコアとしては存在しませんが、1200点、1500点のレベルの実力をつけなくてはいけないということを言っていました。目標スコアそのものを目指していてはダメということですよね。私もいろいろと失敗はありますが、受験勉強をするときはいつもそれより先、目標があるならその目標よりも先を目指すようにしています。時々できない自分を見るとショックを受けるので、できるところからやりますという話を聞いたりするんですが、私は最初はあえてできないことを自分が確認するために荒療治から始めることがあります。どんなことかというと、分かる分からないに関わらず、とにかく問題を解いてみて、もう間違ったところは赤で思いっきり答えを書いて、それをあえて自分で見るっていうことなんですが、まあ、確かにショックはありますが、その分できるようになるのも早いです。こうして練習の中でとことん試行錯誤したものを試験や実際の会話の現場でまた試すということが、私が勉強する上での習慣になっています。以前は自己完結で終わってしまっていましたが、自分が意識的にやっていたことを似たような形で他の方も実践されていたというのを聞いたり見たりすると、やはりこれは効果的なんだなっていうふうに思ったりとか、あ、これはそうでもないのかなっていう疑問になったり発見になったりもしています。そういう時間も英語を勉強する中で私が楽しいと思うところなので、それも継続することにつながっているのかもしれません。やっぱり人間なので時にはやりたくないと思うこともありますよね。メンタリストの DAIGO さんも言っていたんですが、こうやりたくなかったりとか時間がなかなか取れないっていう時は、もうちょろちょろするよりはどこかでまとめてドンとやった方が効果的ということなので、もうどうしてもできなかった時は後でまとめてやる時間を作ってみるっていうのもありだと思います。
私自身も今までの流れを振り返ってみた時に、ものすごく集中してやった時もあれば、そうでもなくてやりたい時にやりたいことだけやっていたっていう風に波もあったので、まあ、それでもいいのかなという風に思っています。こうやはり楽しく続けていることが継続する秘訣かなと思うので、まあ、波はありながらも今後も継続していくのかなと思います。ということで、今回のテーマは継続することでした。皆さんは英語の勉強を継続していますか？機会があったらぜひ考えてみてくださいね。めぐっぺでした。またね。